韓国語と日本語の発音が混ざった感じの音が出す。あ、分かる。いや、すげえ。どこで気にしてんだろうな。おいくつですか？私です、はい、20。高校前。コーヒー飲みたいね、本当に欲しいな。コンビニしかないのかな。テレビ一切見ないから分かんない。いや、ダウンタウン知らないのがやばいでしょ。何がやばい。いや、韓国の芸人さえ知らないのに日本人だと余計。韓国の芸人も知らない。あんまりそこまで詳しくない。ダンスが分からん。テレビ持ってもいないんでしょ。そう、テレビ流しとくのも嫌なの。いや、うるさい。うるさい。あ、下だ。お、本当だ。え、ドライブスルーなのかな、これ。いや、違うっぽいね。違う？まあ、銀座にあるわけないか。あ、あった。これ言ってたやつじゃない？あ、画像で見たやつだよね。わかんない。スタッフって大体同じ一緒だ。わかんない。止められる？行ってみる？ Uターンできる？人跳ねたらダメだよ。ああ、でも車飛びるかな。いや、私が注文して待ってくる間にくるくる回る。周りじゃない。韓国語のコメントをちらっと翻訳して、うん、見た。見たんだよね。うん、だからそれこそ、うん、あの本音と建前がどうのこうのっつって。あ、そうなの。そう。あんま覚えてない。じゃあ逆に韓国人のあれは何？印象なんか。印象？気が強いじゃん。それ女性限定でしょ。痴漢とかならまた別だろうけど。なるほどね。痴漢だったら余計に怖くて言えないよ。いや、そうだね。あ、だから写真ぐらいだったから言えたのかもしれないね。触られたら多分さっきのクボタンとかで刺したじゃないですか。流血だよ、それ。そうだね。まあ、でもさ、日本語の癖で、あ、どこの国の人だろうなって。で、それフィリピンでも分かる。フィリピンでも分かるね。分かる。でもなんか東南アジアは何でもなんか同じく聞こえるって感じかな。そう、なんかタガログ語と何があるのかな。なんかちょっとタイ語とか結構強いって発音が強い。韓国の人はなんて言うんだろう、イントネーションとかどうこうよりも発音の中で、うん、韓国語と日本語の発音が混ざった感じの。あ、わかる。私もしょっちゅうそんなんじゃないの。ねえ、なんて言うんだろうな。片言っていうよりも発音と音が混ざって出てる感じがする。わかります。でも私は毎回イントネーションで言われる。イントネーションが、まあ、誰がどう聞いても外国人っていうのがわかるっていう。最近ね。いや、それはだから関西弁も多少なり入ってるの。いや、もうないでしょ。さすがにもうないでしょ。もうないってね、どういう。もうないじゃない。まだ入ってるよ。イントネーションが、なんていうの、違うのが、韓国なまりでなまってるのか、関西なまりでなまってるのか、よくわからない。なかなかしてる。でも意外と、話の時間が、会話がずっと、続かな
なくて、あんまり動画に使うもんがないですね。車の中でないですね。ずっとこれ録画をしてるんですけど、あんまり使えるもんかな、ね、多分ね、普段ね。持ってますか？私は持ってないです。あ、持ってないですか？おいくつですか？私です、はい、20。もう同い年です。え、もともと北海道ない？もともと北海道です。ああ。ナンバーも札幌ナンバーです。ああ、はいはい、はい、ね、結構犯罪的には発生率もまあ高いといえば高いかもしれないですね。はい。なんかこれ通報されたからかな。違う違う、たまたま撮ったやつ、ね、さっきブーって言ったのか。こういう駐車場とかね、あるある。これなんか罰金ない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 、ね、了解しました、ありがとうございます。すいません、確認取りました、はい、ありがとうございます。はい、すいません、じゃあ気をつけてください。